おっす、おっす。メガニケフレコガチャ200連じゃい。やってきました、フレポ200連分。毎度おなじみ、週に10連で引いてそれをまとめて200連にした動画です。説明オツです。さあ、前回はフレポガチャなのに200連で SSR が10体出たわけだが、フレポガチャの SSR は 2%、 それを考えるとかなりの豪運でしたね。その反動が一気に来そうで、今回いまいちそう。まあさすがに前回は運が良すぎましたからね。うむ、なるべく期待値下げていこう。ということで早速引いていくか。了解、まずは10連目ですね。この頃はまだ石があった。今引いてるのは3月頃のやつですね。この後一気に消えるんだよね。あふん。まあ初めはこんなもっと。おお、いきなり来てんね。来てますね。てれれれれれ、プロダクト12、アニス、ネオン、ラピ、フラワー。まずはテトラ。さて、一人目はどなたでしょうか。ヤンですヤン。この子はどんな感じでしたっけ。コントツは終わって、これでコア境界値かな。なるほど、そんな感じですか。よしよし、出だしはいい感じだな。200連で4体出ればとりあえず期待値通りです。20連目、とりあえずその4体を目指すか。でも前回の大量 SSR 期待してたり、内心しちゃってる。あやや、実家ですね。バフン。そしていつもの実家説明。草、まあ重要だからね。というわけで次行こう。次。はいはい。さあさあ、次の週のフレポガチャですぞ。どういう盛り上がり方ですか。よしよし、引いていくとしようぞ。次は30連目になります。週ごとに引いてるからか、割とどういう結果になったか忘れてたりする。そうなんですか。あふん。実家暮らし。バフン。うむ、まあこんなもんだよな。こんなもんですね。それでも出てほしい、この感情。それはそう。おお、金鉱脈を振り当てろ。果たしてどうなるか。40連目になります。下へ参ります。いつものエレベーターからのプレス。ぺっちゃんこ。あふん。実家。バフン。うむ、やっぱ前回運良すぎたね。それはそう。しかしあれだな、この頃は石がたくさんあって羨ましい。ちょうどリゼロコラボの直前の時のやつですね。悲しいことにこの後ごっそり減るんだよね。いかんいかん、ガチャに集中。50連目なのだ。さあ、今のところ悪い流れ。まあある意味正常ですか。良い方向にねじ曲げるんじゃ。ダメじゃ。実家。バフン。これが本来のフレポガチャの恐ろしさ。でも SSR が出るだけまだマシでは。確かに、他のソシャゲじゃ素材しか出ないとかよくあるからね。それでも SSR 出てくれ。草、60連目いきますよ。確率的には100連までにもう1体出るはず。さてさて、流れは変わるんでしょうか。あかん。未だ実家。バフン。そう簡単にはいかんか。それはそう。コラボ期間の週のせいか、ゴリッと石が減っておる。ガチャ後半ちょっと沼ってましたからね。コラボ専用キャラの期間限定でしか突できないの、なんとかしてほしい。70連目です。突には何かと厳しいですよね。まあ集金のためだろうけどね。せちがらい。アヒン。ずっと実家です。バフン。流れ変わらんね。確率を考えたら、下手すればこのまま何も出ないことも。何それ怖い。祈りましょう。80連目になります。出なさすぎてマジでお祈りしかすることがないんだが。この間を埋めるのが一番の敵ですね。ダフン。さらに実家。バフン。やべえ、全く出る気配がないのだ。確かに、すでに100連間近。今のところ期待値以下です。フレポとはいえ200連分で SSR 一体は笑えねえ。90連目、金鉱脈掘り当てたいですね。さっきから透かしまくりだぜ。さあ、こい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 。アフン。実家しかない。バフン。これマジで SSR 一体で終わっちゃう
パターン。まだ折り返しも来てませんし、もう少し様子を見てもいいかも。確かに。よし、100連目だ。様子見しても出ないときは出ないんじゃ。そりゃそうです。おい、全然出ねえ。バフン、諦めて試合終了です。おい、フレポも後半戦に突入。折り返しすぎたけど、今のところ期待値以下なんだよね。まだ動画本数は少ないですけど、過去のフレポガチャはなんだかんだ期待値は上回ってますからね。今回悲惨だな。110連目。何も出なさすぎて100連回したのにまだ6分です。出ないとスキップしていくからね。ゲフ、状況は変わらず。バフン、あまりの事態に虚無になっておられる。何も出なさすぎて何のリアクションも取れないのよ。全然盛り上がりませんしね。流れ変われ。120連目。何も出なさすぎてひたすら出ねえっている動画になってますね。マジで何も出ないからしょうがない。ゲフ、分実家。バフン、ここから出ない時のリアクション同じでいきます。それは草。石が悲惨なことになっとる。1点も執念の時の影響ですね。沼にはまって一消滅。悲しい事件でした。130連目です。まあでもクラウンさんはそれだけの価値はあったのだ。引ける時に引くのは大事ですね。ゲフ、愛も変わらず。バフン、もう何も言えねえ。もはや贅沢も言ってられませんからね。とにかく SSR 何でもいいから来てくれ。流れは変わるのか。140連目です。まあ大抵流れ変わりませんよね。悲しいけど所詮確率の問題だし。ゲフ、実家。バフン、惜しい。オールブルー一歩手前。草。はい。はいじゃないがな。もはやガチャ結果がオールパープルかオールブルーになるぐらいしか話題がねえ。出たら出たで、出たね、出終わりそうですけど。確かに想像できるわ。150連目。無言で草。いや、喋ることねえんだわ。来た。もう出ないかと思ったわ。出てわかる SSR のありがたみ。レレレレレ。フラワー、よろしく頼む。スイカ、よろしく頼む。エーテル、ソルジャーオウル、テトラですね。出てくれるだけでありがたい。ゼロでした。この子もとく終わってて、これで校長会議なのだ。いや、ようやく来てくれました。中身は何であれ、ガチャは光ってこそ盛り上がる。わかります。さて、これで流れ変わるか。160連目です。ずっと出ないなぁ。続けるのもなかなかに苦痛だわ。単調になりがちですからね。ゲフ、実家。バフン、また戻ってきてしまったか。何も出ないこの泥沼に。200連まで残りわずか。160連で2体とか。フレポといえさすがに悲惨ですね。つれえわ。170連目、残り何体出るか。あんまり期待できないけど、期待値分くらいは出ないかな。ゲフ、また実家。バフン、期待値いくかも怪しいですね。これがフレポの本当の力。何にせよさっさと残りも引き切っちゃいましょう。それはそう。では180連目です。そういえばバニーやり好きそうですね。来たいけど石だな。枯渇気味ですね。ゲフ、実家暮らし。バフン、ここまで来たらもうあんまり期待できんよね。あとはただただ消化していく感じですね。石の現在の貯蓄数、やはりまだ少ないですね。高級チケット分だけ回そうかなと。190連目、それぐらいが良さそうですね。高級チケなら透かしても気にしてたまるしね。ですね。ゲフ、また実家。バフン、もはやフレポの話題も出ず。だって全然出ないし、正直文章出てこなくてつらい。草。程よく出てくれないとね。200連目ラスト、頼む、出てくれ。っていうゲーム限度があるからさ。
まあ確かにずっとやり続けるのもなんというか。ゲフ実家暮らしバフン。いやプレポといえどひどいひどい。リアクションもしづらいし、なかなか苦行ですね。次回は期待値ぐらいは出てほしいところだね。ですね。というわけで今回はこれにて終了。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。なのだ。バイバイ。